はい、プレイしていきたいと思います。7 Days to Die。というわけでね、ここは新しいマップではありません。ここ。そう、皆様ライブありがとうございました。本当に。ありがとうございました。ライブで、作ったんですよ。冬要塞。作ったんですけど、作っていました。見事にね、見事に崩壊しました。というわけで本当にありがとうございました。皆さんもお付き合いいただいて。で、今回ここ実はトレーダーハウスなんですよ。で、なんでこんな場所からスタートしたかというと、1個前つか、さっき録画してたんですけど、諸事情によりマイクの音が入ってませんでした。ボツです、ボツ。というわけでここからスタートになります。で、特に何もやってなかったんだよね、確か。ちょっとどこだっけ？どっか、そこら辺の家寄ってきたぐらいなんですよ、一軒二軒。なんで、何も進んでいません。で、問題はですよ。今日が42日目っていうことで、フェラルなんですよね。で、今回はフェラルちゃんと覚えてるんですけど、どうしようかなっていう。どこでどうやって迎えるかを全く考えていないんですよ。どうしよう。平地でね、受けようかなっていうのを思ってるんですけど、あの家は近づきたくねえな。あの家地雷があるとかコメントついてたんで、ちょっとあれは近づきたくないですね。この家。本当なのかわかんないけどね。俺まだ爆発したことないんで。まだ半信半疑ですけど、リスクはちょっと避けます。ここなんだ。そう、どこに要塞つく、要塞つうか、まあ、引っ越ししようかなって思ってるんですよ、実は。次トレーダー見つけたら引っ越したいとか思ってたんですけど、街のトレーダーじゃなくって、この街の外にいるトレーダーだったんでね。っていう感じ。あ、そっか、ライブ見てない方がいたらちょっと紹介しましょう。新しいトレーダーさん、こいつです。で、実はライブやってる時に、帰る途中だったけど、なんかね、もう一人トレーダー見つけちゃったんですよ、こっちに。なんで今トレーダー3人います、このマップ。これが私の元拠点です。で、こっから、右下に、こっち、最初こっち俺切れてると思って全然行ってなかったんだよね、確か。で、ここに行ったらなんかあって、さらに奥にトレーダーがいました。で、もう一人が、さらに右に行ったらこっちにいるっていう。で、これ一番縮小っていうのかな。したらね、一枚の画面にギリギリ収まるんですよ。ほら。すごい。一枚の画面に三人のトレーダーがいるから、真ん中に住みたいっちゃ住みたいけど、あ、この軍事拠点ちょうど真ん中だな。でもさ、行き来するの大変だよな。いやー、でもハブ空港的なハブ要塞作る。ちょっとね、崩壊しちゃったから、目標を一瞬見失ってしまったんですよ。で、今、とりあえずどこに何を作るか考え中みたいな感じですわ。で、このトレーダーがね、いい点が、あれなんですよ。砂漠の近くにいるんで、一回ここでちょっと軽く過ごして、何？オーガーじゃなくって、燃料集めをしたいなというのもあるんで、砂漠には1個ぐらい要塞作りたいんですよね。要塞というか拠点を。どうしようかな。あ、そうだ、フェラルホードか。フェラルホードどこで受けるかな。前の町でもう一回受けるかな。ライブの途中にフェラルホード当たっちゃってね、ちょっと何も考えないでやってたから失敗したんですけど、しかも120分設定でやってたんですよ。ちょっと作業が多くなるっていうことを配慮して。そうしたら120分の、なんだ、何分になるんだろう。40分ぐらいかな。40分じゃないか。結構長い間フェラル戦うっていう、なんか、すごいありえないことになってた。のんびりやるはずの動画が、一番激しい動画になっちゃったっていうね。そんなことも起きていました。で、コメントも本当に皆様の参加もありがとうございました。皆様のおかげでね、あんだけ頑張って、あの呪文を教えてくれた方のおかげでね、見事な動画になりました。もうやだ、あれ。あれもうほんとひどいよ。
あれはひどいよ。あ、そうで、コメントもありがとうございます。で、コメントでなんだっけ？他の人の動画じゃない、アイディアを使うのどうなんだっていうのもありましたけど、まあ私は、あれ？こっちだったよね、俺行きたいところ。一応まあ、アンケートも取りましたし、うわ、落ちた。やっぱみんな見たいもんね、あれは。浮遊する動画見たら作りたくなっちゃいますよ。で、私のアイディアは、Z ネーション FPS、Z-ネーション FPS って方の動画を見て真似して作りました。で、ライブ中にも言ってたんですけど、私はちゃんと、引用元っていうか、そのアイディア見つけた、うわー、危ない危ない 方の名前をちゃんと言おうかなとは言って、ま、思ってるんでね。もしよかったら見てきてあげてください。あげてくださいっつか、もう、見てきてください、ぜひ。すごいです。私のように失敗したんじゃなくて成功してるんでね、ちゃんと。これじゃない。そんな感じでやってるんで、まあ、いいんじゃないかなって思ってます。単純にパクってあたかも自分が考えましたみたいにやるわけではないんで。ぜひぜひ。見て、あれ？何あっち？あれは？道？水？これは雪だね、ただの。雪の地面ですね。そっかそっか。そう思っていますっていうのは言っとこうかなって思ってね。なんで、まあ前も、なんだっけ、動画でね、私今後どうしましょうっていうことになった時に、海外の面白い情報を集めてきてくれっていう意見があったんで、やっぱそういうことやっていこうかなって思ってます。で、引用元はできるだけ伝えていくつもりです。覚えてる限りは。で、本当はね、全く同じのをやりたくなかったんで、いろいろアレンジしようと思ったんですよ。で、アレンジした結果があれですよ。もうね、ダメだ、あれは。もう言われる、くっそ悔しい。あれはね、ダメだ。あそこまで見事にね、いや、あれは見事だ。あれは見事だ。お、スパイククラブ来たーって、これ合体できるから嬉しいって思ったけど、作ろうと思えば作れるんだよね。あれは動画のこと考えてくれた崩れ方だったよね、本当にね。あれは、本当に、もう、すっきりするような感じですもん。それについてはまたあれです。いつも通り。いつも通りっては言わない。この前みたいに総集編ちゃんと作りますんで、よかったら、もし時間なくて見れなかった人とか、タイミング合わなかった人とかいたら、それを見てくれればなぁなんて思ってます。で、今日はフェラルフォートなんだよ。どうしよう、ほんと。準備どこで、どうやって受けるとか全く考えてないからさ、準備する気にも どうしよう。どうしよう、めっちゃ頑張ってたのパーになった後だし、どっか安全な場所でのんびり受けようか。あ、そう、トレーダーさんとこ行こう。それ行きたかったんだよ、俺、トレーダーさんとこに。どこ行った？そのために俺こっちまで来てたんだけど、夜に来てるっていうことを忘れてて、トレーダー空いてねーっていう動画がボツになった動画です。結局何もできなかったっていう。どこだ、入り口。入り口がない。入り口がない。入り口あった。ああ、よかった。ちゃんとオープンって書いてる。よくなんか最近締め出されるんですよ、トレーダーに。ここ入ってきたらさ、全く同じ気がしてダメだよね。開けとけば夜も開いてんのかな。はい、トレーダー。トレーダー、トレーダー。ダメだ、このトレーダー。懐かしい気がして、新しいトレーダーの感じがしない。なんかいいの持ってないかな。お、スパイクラブ、いやー、ダメだよ、ダメだよ。もう一人のトレーダーがね、結構優秀なんですよ。家の中にツールスミスじゃなくて、ワークベンチと、あ、オーガー、これ取ろう？買おう？あ、いや、買わなくていい？どういうこと？買おうか。あ、こっち買おう。こっち買おう。イエーイ。で、もう一人のトレーダーは、
ワークベンチとコンクリートミキサーを備え付けてるっていう素晴らしいトレーダーがいるんですよ。もうコンクリートミキサー買っちゃうか。ミキサーって何使うんだっけ？ミキサー。ああ、簡単に作れんな、これ。買う必要ないね。あ、でもメカニカルパーツか。買えるなら買っとくか。Hey, be quick about your business. いや、そんなのある、俺。さっきもう一個買いたい。ああ、そう、オーガブレード買おうよ。Well, it's about time you bought something. バックアップのオーガブレードがあれば、2本あれば、ちょっとリペアしながら使ってもね、いい感じに回せるんじゃないかなと。どちらかというとオーガパーツが欲しいけどね。うわ、いいね。強いね。強いね、強いね、いいね。めっちゃいいじゃん。あ、これ売ろうか。これ売って、これも売っ、あ、これは俺の洋服お直し用。リペア用です。そうだよ、このゲームなんかね、合体できるようになってからリペアの仕方が変わったよね、俺の中で。同じアイテムを見つけたらそれをリペア用として確保しとくっていう流れになった気がします。これ売って、どうしようかな。これ買っとこうか、とりあえず。エレクトリックと、もう一つなんだっけ。これはちょっと後回しにして、バルブね。そっか、こういうのを買ったら、なんか面白いの作れるのかもね。もしかしたら。俺、建築苦手なんだよな、しかし。崩すとかそういう意味じゃなくて、苦手なんだよ。解体はある程度うまいはずなんだけど。どうしよう。そういうのも、ちょっと買っていきたいよね。とりあえずこれ買うか。100個だって。ほら。お金の方がなくなっちゃいそうだな。おー、全部買い付けた。よっしゃ。あ、これも買いたいかも。無理。1700だって。無理だな。全部は買えないわ。いや、弾は買いたいよ。2分の1作っちゃおう。10個、20、30個ぐらい。で、フェラルだから家帰って準備しないとやばいな。戻ろっか、一回。戻りましょうか、やっぱり。あれ、もうちょっとだ、もうちょっと。よし、これでいい。戻って、とりあえず、スパイク、スパイクじゃねえな。俺、スパイクは使わないって今のところ、なんとなく無駄な、無駄な執着心で頑張ってるんですよ。ちょっと、ここまで使わないってことめったにないからね、42日だから。確か49日のフェラルホードが一番でっかいっつってたんで、49日まで、スパイク、ウッドログスパイクと、なんだっけ、もう一個の、これ、ウッドスパイクと、ウッドログスパイク、この2つを使わずに粘れたらなって思ってるんですよ。で、その後はちょっと要塞作ったりしていくかな。とりあえずそこまではちょっとね、野戦気味な戦い方しちゃってもいいかなって思ってるんですけどね。で、その間にどっかに拠点を構えましょうか。で、買い物買い物、他に何か必要なのある？バルブとか、さっきのさ、このヒューズボックスとかさ、作れないやつ買って何か作りたいよね。何これ、トップ。へえ、いろんなの売ってる。バルブ面白いんじゃない？バルブ買っとく？ 完全無駄だけど、バルブ買っとく？ If there's nothing else, you よ best し。be on your way. よし、行こう。一回戻ろう。よいしょい。で、お家が意外と遠いんだよな。どうしようかな。こっからこっちまでさ、無理だ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 、めっちゃ遠いわ。道引こうかって思ったけど、こっちまで引くのでもう散々疲れたのに。これの倍でしょ？
こっからこっちまで、こっちでしょ、まず1個で。で、次で2個でこっちでしょ。で、こっちだから、この距離の2倍ちょいですね。で、これと同じ距離でここの、アーミーベースに行けるっぽい。行かないけど。とりあえず1回変えるかも。もう今回も、あっちで受けるか。のんびりと。00の拠点で。拠点じゃねえよ。00の要塞。要塞でもない。なんだあれ。00の町で。そろそろ美味しいもん出てきてもいいと思うんだけどな。どこ行けばいいんだ、これ。あれ？どこ行けばいいんだ、これ。これ道だな。これ道だな、道だな、道だな。この道たどればいいかな。ここ来るのが大変なんだよね。じゃあこの町からあのトレーダーまではどれぐらいの距離あるんだ？そこそこあるな。俺が掘ったぐらいの距離はあるな。うん、掘った距離あるね。相当かかるわ。相当かかるわ。なるほど。難しいね。難しいね。どうしようかな。燃料切れたね。あった。これもあさってあるでしょ、俺。どうしよう。引っ越すにしても、今度何か作るなら俺絶対静止してから作るし。前はなんかいろいろ要塞作って遊んでたんだね。いろんなタイプの。なんで今回もいろんなタイプのを作っていきたいかな。どういうのがいいんでしょう。どういう何を見たいとかもしあればコメントくだされば嬉しいかもしれないです。ちょっとね、冬要塞、冬拠点に関しては心折れたんで引いちゃった心折れたんでちょっとお休みです、あれは。そうだ、どうせだから、みんな寄ってこうか。あ、ちょうど通るわ。嫌でも通るわ。いやー、ほんとあれはね、見事でした。総集編作るんで、ぜひ、見てください。今日はどうしようかな。でも、ゾンビ一列に並べたいんだよな、俺。ちょっとそれを俺やりたくて仕方ないんですよ。どうにか。ゾンビを一列に並べたい。どうにかこうにか。それ00でやってみようか。ゾンビ一列大作戦。あ、ちょ、ごめん。めっちゃ痛そうに転がってったよ。痛かったよね。痛かったから倒れてるわ。よし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 。ちょっと肉は欲しかったんだ。引く気はなかったけど、引いちゃったらちゃんと持ち帰るから。あ、持てねえじゃん。よいしょ。俺、このオーガーブレード間違って合成しちゃわないかが心配だな。オーガーにちょっと形変えとこうか、後で。あ、車ばらせばよかった、2、3台。そしたら絶対ばらさないで済むのに。あ、このインベントリーじゃばらしたらもういっぱいいっぱいっすわ。ここだっけ？いや、もうちょっと先だよね、多分。もうちょっと先で事件は起きた。あれ、俺本当に当たってるかな、この道で。不安になってきた、ちょっとだけ。あ、合ってる合ってる。左手をご覧くださいだね。オッケー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 。ああ、左手ご覧くださいませ。私が頑張った、私が頑張った結果です。すごくない？浮いてるくない？ほらほらほら。それ問題じゃねえんだよ。これ浮いてないんですよ。これ浮いてないんですよ。これは浮いてるように見えるけど、これは浮いてないです。私がやった浮いてるのは本当に浮いてるんですけど、ちょっと飛んで、あ、なん、バイクで行けばいいやん。本当に浮いてるんですけど、
浮くのに失敗しました。浮くのに失敗してラピュタになりました。間違ってないよね、確かラピュタってそうだよね。うん、ラピュタになりました。あの呪文を教えてくれた方、本当にありがとうございます。もう見事な呪文でしたよ。ひどいなこれ。俺はね、ちょっとね、私はあえて回収しません。ちょっとこの惨劇を残しとこう。俺はちゃんとここ燃えててね。でさらにこれいい感じで作ったんだよ俺、頑張って。見てこれ、よいしょ。うわうわ、あバイク燃えてる、やば、あやっぱバイク、ちょ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 、リピラ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 、あぶねえ。中まで被害が及んでると思ってなかったな俺、びっくりした今のは。ちょっとリペア、あリペアの道具ないか、あるあるある。右クリック左クリック、右クリックだよね。あ強化しちゃった、大丈夫です、 OK。 フィュー、そうバイク、移動用のバイク作ったんだけど結局一回も動いてないっていうね。動く出番がなかった。そしてここが秘密基地のあのなんていうの、発射場出撃するところ。コメントで前誰かがエヴァって言ってたから、こんな感じの作ったんですよ。かっこいいんじゃないって思ってたらね、もうねダメだった。ダメだった。じゃあ防衛拠点、分かった分かった、アルファ16がねあれなんですよ、すごい要素が増えるっぽくって、あのエレクトリック系来るとは言ってましたけど、それからさらにオートディテクトの、オートディテクトっつうかモーションディテクト、モーションを反映じゃない、動いてるの反応して打ち返すようなファイヤータレットとガンタレットみたいなのも追加されるっぽいんですよ。だからもうそれを見るとね、ちょっと要塞化が本当に進んじゃうから別ゲーみたいに、それちょっと考えようかね。それを踏まえた上での要塞をちょっと建設ってわけじゃないけど考えていこうかな今後。それだったら面白いの作れるかもね。ほんと別ゲーになっちゃわないか心配ではあるけど、まあ、進化の過程に入れるのはありがたいよね、セブンデイズトゥダイ。というわけでもうこんなこと話してたら20分経っちゃったね、びっくりしたな。そういうわけです。というわけで今回ここで終わりにしましょう。で次回はあやべえな、もう14時か、嘘だろもう14時か、ちょっとのんびりしすぎた、やっべ、ライブの感覚でのんびりしすぎた。次回はちょっと急いで準備します。でさらにその次にフェラルホード、42日目のフェラルホードだと思いますんで、よろしかったら見てってください。というわけでご視聴ありがとうございました。あのアイディアは Z ネーション FPS っていう方です。なんでもしよかったら見てきてください。あの人の動画はね、あの外国人なんですけど喋ってないんですよ、まあ、最近喋りましたけど喋ってないんですよ。なんでもし英語わかんないっていう方が見ても面白い動画だと思いますんで、よろしかったら見てきてください。というわけでチャンネル登録、おいチャンネル登録してくれたら嬉しいです。私の動画もね毎日上げてますんで、ご視聴ありがとうございました。寿司家でした。